お疲れ様でございます。コインポストの7月15日号16時にこの動画を撮っています。ここは広告なんでちょっと消しときますね。で、今回のニュースなんですけども、これなんですよ。トランプ前大統領、予定通りビットコインカンファレンスに出席以降ということで、このトランプ大統領はね、ビットコインにかなり好意的なんではないかなと思います。まあ、この流れを組むならば、トランプ大統領が、もしね、再選されて、第2期の大統領、 ね、第2次トランプ政権を、まあ、作った折にはですねほぼ確定だと思いますけども、まあ、暗号通貨全般に関する、まあ、規制をね緩めるまではいかなくても、うんまあ、かなり好意的に見てくださるんじゃないかなと思いますおそらく ETF でカラダナとかイーサリアムとかねリップルとかを承認されてここら辺に資金が集まるような気はするんですけどどうでしょうかね。もちろん トランプ氏自身もしくはその親族らがビットコインをね、ある程度保有してた場合、特に、これですよ。うん、あの、イーロンマスク氏、ね。このイーロンマスク氏は、まあ、かなりトランプさんの応援をしていますんで、こちらの方にね、思いがあるならば、イーロンマスクさんにプラスになるような、まあ、そんな判断をされるのかなと思っちゃいます。そうなってきたらですね、私たちもね、暗号通貨、これ、ちょっと、 期待しちゃゃっていいいいんじゃないかなかとと思うところですねはい、記事読んでみましょう、ビットコイン2024に出席の意向、まあここに出ることによって、トランプさんがね票を固めたいっていう意思もあるのかもしれませんけどもね、バイデンさんはこういうところに参加したいと思いますんで。はい 仮想通貨ビットコインの年次カンファレンスを主催するザ・ビットコインカンファレンスは15日、今月25から27に開催される。もう間もなくですね。ビットコイン2024にドナルド・トランプ氏が出席する意向だと報告したというふうに書かれてますね。14日に発生したトランプ前米大統領を暗殺未遂事件が大きくなか、セキュリティチームと綿密な連携を強調しつつ、当初の予定通り米、 ナッシュビル現地に参加する見込みであるということなんで、トランプさんと一緒に並んでピースサインしたい方は大集合ということですね。こちらの方に、まあ、英語版のポストがありますね。はい、でビットコインの CEO によると、トランプ氏が主要講演者として登壇するにあたり、ビットコイン2024主催者は、追加の警備措置が必要になることを念頭に置いているところだ。あ,あ、いいですね。トランプ氏が、何がしかしらの発言をするとなるとね、これはちょっと楽しみじゃないですか。こういったところを切り取って、拡散されることによって、ビットコインにまたね、値段がつくんじゃないかなと思います。1200万とか、期待できないですかね。まあ、なんせね、アメリカの大統領がビットコインに好意的だってことが、もし分かればですよ。 かなりいい感じになると思います。プラス、このトランプ氏をね、かたどったミームコインがかなりね、値を上げてるわけですよ。その辺私もレポートさせてもらいましたけども、あの、実際のトランプ氏とは関係ないんですよ。ただ、トランプコインっていう風なね、名前を模したのがかなりたくさん出ていて、そこに資金が集まってるというね、現実もありますんで、その辺がここにニュースになってますね。いや、面白いですね。いくらでも市場ってのはね、こうやって。 混ぜっ返すことができるかなというところでございます。はい、今回のニュースは以上です。お疲れ様です。